落合ゆかりさん、37歳。落合さんは病気で右足に障害があります。障害を負ったのは今から7年前、30歳の時でした。骨肉腫っていう骨のがんの病気がきっかけで、それが右の足のこの大腿骨の部分にできてしまったんですけども、自分の骨を取って人工骨を入れ替えたことで、障害者になりました。聞いたことある病名だったので、あ、骨のがんなんだってのは分かったんですけど、それが今私の身に起きてるっていうのはちょっとすぐにはつながらなかったですね。1年にわたるリハビリを終え、何か運動をしたいと探していた時に出会ったのが水泳でした。最初はリハビリを目的に始めたんですけども、すぐチームのみんなの影響を受けて競泳っていうその競技の方に変えたんですけども、やっぱ大会に出ると0.01 秒でも速くなろうって、次こそ速くなろうっていうふうに思うんです。でそのために練習も頑張って、本当にその目標のタイムが切れた時ってね、やっぱすごく嬉しいし、何より自信になりました。落合さんは2013年の関東身体障害者水泳大会をはじめ、全国障害者スポーツ大会など次々と大きな大会に出場しました。落合さんの旅、トヨタのベルキャブに乗ってスタートです。月に一度通っているパーソナルトレーナーさんのご自宅です。退院して間もない頃は歩けなくって車椅子使ってたんですけど、今はまあ普段の生活では杖もなく歩けるようになったので、それはトレーナーさんのおかげですね。トレーナーの赤羽さんとは障害を負う前からのお付き合い。月に一度水泳の疲れで硬くなった筋肉をほぐしたり、手術後の足の状態を見てもらっています。手術してからの何年間がすごい大変、はい、普通にエアロビクスできてた体がそうじゃなくなったって、やっぱり私たち見えないところですごくイカイちゃん自身は大変だったと思うんですけど、イカイちゃんがこうなっちゃう時に気づいてあげられなかったのがすごく自分の中にあるので、絶対この子のこの体は最後まで私絶対サポートできるように私も頑張っていかなくちゃっていうのはその時にすごく思ったので、私が杖ついてでもサポートしようと本当に思ってます。落合さんにとって赤羽さんはどんな存在なんでしょうか。いなくてはならない存在です。もう本当最初の頃は歩くこともできなかったし、もう体は本当薄っぺらで筋肉なんてもうなくなって全部下がってて、もう自信もなかったし、もう入院してる時から来てくれてて、私がサポートするからって言ってくれてたので、もうそれを信じてもうついてきたって感じです。赤羽トレーナーに支えられ未来も見つめる落合さん、次の大会でのメダル獲得を目指して今日も泳ぎ続けます。